どうもこんにちは、くまたです。今日は起きるの言い方について説明をしていきたいと思います。皆さん、目を覚ますだったり起きるを英語で言うと何て言うか分かりますか？実はこれ2通り言い方があって、1つ目が wake up、 そして2つ目が get up、 この2つがあります。じゃあ何が違うかというと、 wake up の方は目を覚ますという意味になるので、もう一度寝た可能性があるということですね。そして get up は日本語で言うと起床するっていう意味に近いので、完全に起きて布団だったりベッドから出るというような意味になります。そしてこれを例文で使ってみると、例えば wake up の方で言うと、 I woke up at 3 a.m. and I went back to sleep。 午前3時に目を覚まして、そして再びもう一度寝たみたいな意味になります。次に get up の方、完全に起きる方ですね、を使ってみると、 I got up at 7 a.m. today。 午前7時に起床したというような意味になります。ぜひこの違いを使い分けて日常生活でも使ってみてください。それじゃあまたね。